こんにちは。音楽のライブに行くのが大好きなシュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている村上です。今回は2018年8月20日の記事で合法的にチケットを売りたい。あなたにおすすめの9つのサイトとは？という記事についてお話ししたいと思います。行こうと思っていたライブやコンサートに突然行けなくなってしまった。こんな時、チケットはどうしますか？友達に譲る、親にあげる、SNS で必要な人を探すなど様々な処分方法がありますが、やはり本音は、最低でも購入した価格でチケットを売りたいと思うのではないでしょうか。しかし、チケットを売買して捕まった事例などもあり、チケットを売るのは怖いという印象がありますよね。こちら動画タイトルは、転売目的で人気チケット大量購入。チケット販売業者ら逮捕です。こちら当サイトにお越しくださいまして、ここをプチッとクリックしていただけますとご覧になることができます。たとえ売れるとしても、そもそもどこで売ればいいのかわからないなどの問題が存在します。そういうわけで今回は、チケット売買は違法ではないのか、チケットを売る上でおすすめのサイトはないのかについていろいろまとめてみました。自分では違法行為でないと思っていても、これを知らずにチケットを売り渡すと場合によっては逮捕されることがあります。しっかり目を通してくださいね。それでは今回の目次です。第1章、第2章、第3章、第4章、第5章、第6章。今回の記事は6つの章でできています。それでは早速。第1章。そもそもチケットを売ることは違法？合法？チケットを売りたいという方は案外多いと思うのですが、そもそもチケットを売ることは違法なのでしょうか？金券ショップではたくさんチケットを売っていますが、結論から言うと、原則合法となっていますが、違法になるケースも存在します。そのケースは次の2点になります。1、条例で禁止されている場合。2、販売元が転売を禁止している場合。まずは、条例で禁止されている場合。チケットを定価以上の値段で販売し、販売益を得ることを一般的にタブ行為と呼びます。タブ行為は法律では禁止されていませんが、都道府県が定める法律、条例によって大半の都道府県で禁止となっています。なお、チケットを定価以下で販売する場合はタブ行為に当たらないので問題ありません。以下なので同じ値段でもセーフです。販売元が転売を禁止している場合。もう一つ禁止なのは、販売元、開催者が転売を禁止している場合です。このような状況で転売した場合は、業務、営業妨害などの罪で訴えられる可能性もあります。実際にはほとんどありませんが、売買の際は気をつけるようにしましょう。第2章、チケットを売りたいあなたにおすすめの9つのサイトとは？チケット販売おすすめサイト9選。現在、チケットが売買可能なサイトの数はかなり多く、ざっと挙げただけでも9つ程度存在します。チケトレ、E プラス、ディアゴーゴー、スターブハブ、ティフー、チケットストリート、チケット流通センター、ヤフオク、メルカリ。これらの特徴を一つ一つ見ていきましょう。まずはチケトレ。チケトレ、公式チケットトレードリセール。チケトレは音楽業界団体公認のチケットリセール、かっこ二次販売です。チケットはすべて額面価格、かっこ別途手数料用で取引。チケトレはチケット販売で有名なピアによって運営されるチケットの売買サービスです。手数料が割高な点がデメリットではありますが、音楽団体が公認している安心安全なチケット売買サービスです。E プラス。こちらが E プラスのサイトの画像です。E プラスも転売防止に力を入れていて、安心して利用できるチケット売買サービスの一つです。E プラスの強みは、有名なアーティストからマイナーなイベントまで幅広くチケットが見つかること。チケットを売りたい！でも、あまり有名なイベントじゃない。なんて場合も、ここなら売れるかもしれません。ビアゴーゴー。ビアゴーゴーは海外のチケット売買サイト、50カ国以上に展開する非常にグローバルなサイトとなっています。国内のコンサート、ライブだけでなく、海外アーティストが好きという方におすすめできます。海外のチケット売買サイトということもあり、発送場所次第ではかなり送料が高くなってしまう点がデメリットです。しかし、購入する側のメリットですが、発送トラブルなどで届かないといった場合でも、ビアゴーゴー側で代替チケットを用意してくれるので、安心して利用できます。スタブハブ。スタブハブはアメリカにて2000年にサービス開始したチケット売買サービス。取引量は世界最大級です。チケット購入の際には360度見渡せるバーチャルマップを用意しており、実際座った時どのように見えるか確認することができます。チケットも全種類取り扱いがあり、ライブのみならず、メジャーリーグやオリンピック、NBA など様々なチケットが並びます。売る側としても、チケット購入者が買いやすいサービスを提供しているのは安心ですね。ティフー。こちらがティフーのサイト画像です。ティフーは音楽関係のチケットに強いサービスです。実際人気の公演No.1はビーズのライブジムです。一番の特徴はリクエスト機能というものがあり、日にちやアーティスト名、座席など希望を打ち込んでおくと、希望に合ったチケットが出た時に通知が来るということで、購入者から人気があります。チケットストリート。こちらがチケットストリートのサイトの画面です。日本最大級のチケット売買サイトとして有名なのがチケットストリートです。チケストは日本最大級のチケットフリマ、二次販売です。取引額は額面額より低くても高くても設定可能とサイトに書いてあります。しかも、売り手側のシステム手数料が無料なので、万が一急用でチケットを売ることになっても、他のサイトより損失が少なくて済みます。定額以下チケット一覧にはかなり割安なチケットが存在することもあります。チケットストリートには、発送保証、本物を証明する本物保証などがついており、安心して売買が可能です。チケット流通センター。チケット流通センターも日本でチケットの取引量が多いものの一つとして有名です。身分証明が終わっている出品者以外は出品できない仕組みや、エクスロー入金、過去お金を一旦運営が預かる方式などが徹底されており、安心して利用可能です。ということで、まだまだご紹介したいのですが、パート1、一旦終了させていただきます。また、さらに詳しい情報を、シュワーズ佐野の公式 LINE、@で配信しています。LINE にご登録くださった方には、なんと今だけ、期間限定で、無料で、儲かるお宝商品リスト20選もプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録くださいね。それではパート2でお会いいたしましょう。